ました。ちょっとあれ、ちょっと早かったですかね。3回言いましたね、レッツレッツレッツ、まあ、それぐらいちょっと気合が入っている今日この頃なんですけれども、レッツ戦場始まりました、はいはい。インターネット放送局、シーウェーブからお送りしております、はい。この番組はですね、北千住の、ボーカル、ボイストレーニング、ギター、楽曲制作、アニソンボカロレッスンのジョイミュージックスクールの生徒さんやミュージシャン、声優さんなどをゲストとしてお招きして紹介しつつ、はい、同時にここ北千住を盛り上げていこうという番組です。はい、はい。今日はですね、生収録、生放送放送しておりまして、後日茨城県つくし市の、つくば市の、コミュニティ FM ラジオつくばでお送りしております。今日放送収録したものを後日、放送しているということです。で、Cウェーブの番組としては毎月第1土曜日の午後3時半から、生放送で、ラジオつくばさんでは、収録番組として第1日曜日の朝7時からお届けしていますので、皆さんちょっと眠い目をこすりながら、つくばの皆さんも遠く離れている皆さんもぜひ、そちらの方もご覧ください、はいはい。そしてですね、今日も、観覧者の皆様たくさんいらっしゃってありがとうございます。昼間のビールはどうでしょう。いいですね、夜も飲みたいですね。いいですね、ガンガンこのまま行きたい感じなんですけれども、はい、そんな風にしてインターネット放送局 C-WAVE は、リアルにつながれる、放送局です。北千住駅の東口から徒歩1分のスタジオで公開生放送していますので、ぜひ皆様もご観覧にいらしてください。はいはい。ということで今日は楽しみにして、来ていただいている方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ゲストさん、ね、見に来ていただいている方、そしてさっきから馬を見て笑いが止まらないお客様もいらっしゃって、ちょっとこれリアルで見ると怖いんですよね。そうですね。一応後で YouTube にこれ残るんですけれども、アーカイブ見ていただくとちょっとマイルドな感じで優しい仕上がりになってます。そうですね。結構これ、ね、もうだんだん季節も秋めいてきまして、はいはい、まあ、涼しくなってきたかなと思うんですけど、そうですね、今日やっぱ暑いですよね、やっぱりね。暑い。常に暑い。常に暑いですね、これ、はいはい。ちょっとなんかリアルにこれ見えちゃう感じ。そうですね。ちょっと切れ目入れて涼しくしてませんなかった、はい、それ言っちゃダメなやつ、ね、すいません、申し訳なかった、はいはい。それはダメな方で。ダメなタイプです、ね。はい、NGの方でお願いします。じゃあ今日の、本日の番組の予定ちょっと、はいはい、マウピー、はいはい、馬のマウピーに紹介してもらいたいと思います。はいはい、はい、お願いいたします。じゃあ本日のゲストは、先日恵比寿のリキッドルームでワンマンライブを大盛況で終えたばかりの、なんか笑い声が聞こえる畑の穴さんから、恵美さん、富士さん、よっちさんのお三方にお越しいただいております。はい、お越しいただいております、はいはい。読んだだけなんですけど笑い声がちょっと聞こえる若干ちょっとバカにされてるような感じが。そんなことないですよ。そんなことないですか。はい、未成に多分聞き惚れていただいてるんですけど。はいはい、大丈夫ですね。なんと海を声でね、声で海を割るボーカルさんと今日は伺っております。そんな恵美さん率いるロックバンド畑の穴さん、今日来ていただいております、はいはいはい。で、メッセージもお待ちしております。今日のですね、はいはい、テーマ、ここにお越しいただいた方知らないかもしれないんですけれども、はいはい、今日のテーマですね、あなたの密かな野望を話してください、あなたの密かな野望を話してくださいというテーマでお送りしておりますので、はい、今日の畑の穴さんのね、密かな野望も、ぜひお伺いできればなと思ってますが、横を見たらなんか聞いてねえよみたいな今うーんって海を割る、ね、海を割る、はいはい、恵美さんが考え込んでおりますね、はい、はい、という感じで、そしてリクエストや、ご相談等もあれば、はいはい、宛先 senju 千住と読みます、千住アットマーク cwave.jp、アットマークの後は cwave.jp、はいはい、千住アットマーク cwave.jp レッツ千住係までお送りください。はい、はい、これ前から思ってたんですけど、つくばを聞いた方はこれ千住アットマーク cwave.jp に送っていただいても、はい、もちろん私たち見れるんですよね。見れます見れます見れますよね、はい、見たいです。諦めないでください、ぜひ、はい、私たちレッツ戦場係って書かないと多分迷子になって、そうですね、そうですね、ディレクターさんが、はい、ちょっとその裏の事情どんどん言うのやめてもらいたいですからディレクターさんが、はい、裏の事情ちょっとお手紙 C の方で食べた的な感じになって、はいはい、そのままになってしまうので、はいはい、ぜひレッツ戦場係までお願いいたします。はい、お願いします。はい、でですね、畑の穴さんに
お越しいただく前にですね、ちょっと軽く私たちのことを紹介させていただきたいと思うんですけれども、はいはい、実は私、チーフこと松立というんですけれども、はい、ボーカル講師をやっておりまして、はいはい、で1年ちょっとぶりの今日が復帰なんですね、うん、そうですね。めちゃめちゃ久々で、あ、噛むってこういうことだなって今日久々に思いました。噛み倒してましたね今日。噛み倒した ねあのしかもボーカル講師なんですけれども、はいはい、もちろん今もやらせていただいてるんですけども、はいはい、ちょっと事情がありまして、ちょっとお休みしていた期間があったんですね。なるほどね。実は1年、その1年前にですね、出産をいたしまして、うん、あの長男を出産したんですけど、はいはい、あのあれですね、喋らなくなると、はいはい、こんなに人って口が動かなくなるんですね、これね。そうですね。今一生懸命実はこう動かさなきゃって意識しながら喋ってます。はいはい、うん、これもでもこれも動かさないとダメですね。そうですね、もうちょっと動かした方がうまい。あ、本当ですか今若干動きましたね。あ、本当ですか。あ、なんつうかですか。ピクピクしてますね、はい、これもやっぱり生放送じゃないと見えない部分かもしれないですね。そうですね、映像だとちょっと見れない感じです見れない感じなので、はい、生放送で、ね、生で見ていただければ。はい、お願いします。はい、ね、何がお願いしますか、わかんないけどあの戻ってきたんですけれども、はいはいはい、皆さんえみたいな感じかもしれない。もう1年、前に出産しまして、はいはい、やっと戻ってきたんですが、そうですね、実はですね、はいはい、時が経つのは早いものというか、はいはい、なんだかいろいろ早いもので、はい、第2子がお腹の中にすごいですね。おりまして、あ、おめでとうございます。あの私事で大変申し訳ないんですけど、はいはい、あのできる限り続けたいと思ってるんですけど、はいはい、あの世の中ね、何がどこでどうなるかも分かんないんで、あ、はいはい、あのもうやれる限りやっていきたいなと。なるほどね。でいつか、そんな遠くない未来かもしれないんですけども、はいはい、私やりたいとか俺やりたいって言ってるうち、はい、実はパーソナリティがちょっと後ろ控えてて並んでるんですよ。私の座をちょっと狙ってこうへーへーっていう下克上ですね。下克上、そうそう、下克上、はいはい、の方が何人かいらっしゃるので、なるほどね、おそらくそのうちゲストとして登場しながらちょっと紹介していきたいなというふうに思っております。はい、はい、そしてですね、はい、今日か、あ、マウピーの紹介もさ、一応ちょっと初めましての方もいらっしゃるんで、マウピーちょっと簡単に私の紹介したんで、そうですね、お願いします。あの北千住を盛り上げるためにいます謎の召喚獣マウです。なんかなんかセリフなの、それなんかすっごい読んでるみたいな感じ。あ、ちょっと口をちょっと動かしながらちょっとやってました。なるほど、ちょっとごめんなさい、ちょ、中も内部まで見えなかった。内部まで見えなかったですか、ちょっと今聞き取りやすかったですね。あ、本当ですか。はい、ちょっと意識しました。そうですね、はい、あのボイストレーニングもあのちょっとジョイミュージックスクール、あの今日提供させていただいてるジョイミュージックスクールでもやってるんですけど、結構やっぱりこう、はいはい、あの本当に思ったんですけど、頬の筋肉ってあの離さないと低下していくんですよね。こうやってなくなっていくんだなって実感してるんですけど、確かにね、やっぱこうなんか噛みやすくとか、うん、なんかもごもごしてきたのっていう方はぜひなんかこの辺動かすと朝とかね、はいはい、いいと思うんですよ。でなんか結構あと顔やっぱりそれすることでやすたるまなく多分なってくると思うんですね。あとね、よくやってますけど小顔になるってまだ私ちゃんとやって こ, なんかこの周り、あ、指でなんかやりますよね。ちょ、指じゃない、下、ベロベロ指でかき回すの、かき回さないのあのベロを使ってこの口の周り、これはぐるぐる回すのね。歌的にも結構、はいはいはい、あのいいんですよね。なるほど。あとここが本当に痩せるっていうふうに言われてるので、はいはいはい、私もちょっともうちょっと頑張っていきたいなと思ってる今日。確かにね。確かにってなんで、確かにってなんでどういうことですか。こんな仕打ちは、こんな仕打ちあるのか来て早々ね。そう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 、確かにみたいなね。このだからちょっと最近飲んでちょっとむくんできたなっていう方とかは結構3回回すだけで、はいはい、3回え30回、あ、30回、はいはいはい、3回ちょっと早いですね30回を、はいはい、右30回左30回で結構疲れます、はい、で私これ北千住を歩きながらやってるんで、お、じゃあ不審な方は、ね、見かけた方は、ね、見かけた方は、ね、ちょっとね、不審じゃない、不審じゃないよってことで、そうそう、そうそう、ゴリラが歩いてるなって思っていただければと思います。わかりました。そしてですね、今日、はいはい、今日から実はあのジョイミュージックスクールの本庁校という校舎が、はいはい、オープンしました。参考社名という感じになります、はいはい、本庁校というのはね西口にありまして、はいはい、今北ロード校というのも西口にあります、はい、なるほどね。すごいなんかね、あのよく言われるのカフェっぽいっていう風に言っても
もらえるんですけど、ちょっとしめしめっていう感じですね。なるほど。私の中では写真でなんかもう公開されてますよね。あ、そうです。ぜひ、はいはい、調べていただくと出てくると思うので、ぜひそちらもチェックしてください、はいはい、そしてですね、去年も、はいはい、出させていただいたんですけど、電気大学というね、大学がこの北千住にあるんですけれども、はいはい、電大学園祭がもう少し10月29と30にあるんですけれども、10月の30日の、1時半から出させて、ジョイミュージックスクールが出させていただくことになったんですけど、アニソン祭りという感じでやらせていただきたいと思います、はいはい、今旬なあの曲から結構伝説的なあのアニメまで、声優さんとか、ダンサーとかシンガーさん、あのアニソンシンガーが、はいはい、出演させてもらって、豪華なライブをやりたいと思うので、あれですね、老若男女ですか最後まで結局言えてない3回目も言えてますか、うんうん、そんな感じの人たちが楽しめる感じですね。そうですね、楽しめる感じになっておりまして、はいはい、実はこれ裏の方では去年もねやったんだけど、オーディション覚えてますか、はい、このウーマーって言いましたね。ウーマーじゃなくてマーですね久しぶりすぎてごめんなさい、はい、ウーマーってそのまんまやんね。そうですね、あの馬を元旦にしてマーウーにしたのにね。そう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 。でマーウーが去年はね、はいはい、バックアップというか中心に、ね、していただいて、はいはい、審査員やったんですよね。やりました。こうなんかチェックをしたわけですね、マーウーが。はいはい、はい、その、今年はまたバージョンアップという感じで、オーディションしながら、はいはい、そこに出れる人たちを選抜していきたいなと思ってるので、了解です。はい、ぜひ遊びにして来てください。はいはい、で、ボイトレ講座なんですけど、これね時々やってるんですけど、あと3分ぐらいしかないけど、はいはい、どうします？やります？やりましょうか。やりましょうか。そうですね。ちょっと急に振られたんだけど急に、はい、急に本当にやる気あります、はい、あります。ありますか。 OK、 じゃあ、マオピーの最近の悩み、声に関してのマオピーもね歌う、あの実は歌うんですよ、はいはい、この方あのいい感じの、何哀愁系シンガーなんですけど。そうなんですか。そうです。で、哀愁系シンガーのマオピー的に最近悩んでることとかあります、はいはい、そうですね、今もそうなんですけど、むせるんですよね、ちょっとね、やっぱ歌ってるとね大丈夫ですか、ね、いや本当に大丈夫。はい、大丈夫。あのちょっとね、やっぱむせちゃうんですよ、はいはい、歌ってると、はいはい、やっぱりそのむせないためのちょっとあのなんかトレーニングというか、はい、そういうの教えてほしいなみたいな。なるほど、はい、比較的ちょっと多分この中があのちょっとあまり良くない空気になってる。そうですね、今ちょっと科学的ななんか匂いがするのであちょっとなんかね、喉の方が調子悪くなっちゃったみたいな感じですけど。そうね、科学的なね、匂いがするかもしれないですけど、はいはい、あのすっごい気持ち分かって、はいはい、あの例えば結構最初にガツンとあの来る感じの曲とか歌うと、はいはい、ってなっちゃったりとか、喉がイガってなったりとか、することがあるかもしれないですね、はいはい、で、例えばボイストレーニングというと声帯をどうこうとか、じゃあ喉があなた閉まってるんで、喉閉まってんのが悪いんじゃないのとかって言われることがあるかもしれないんですけど、はいはい、喉っつったって この中にいろんな器官が入ってるわけで、で、その中のですね、声帯じゃなくて今日は下声帯っていうその周りにあるところを、ちょっと工夫していきたいと思うので、ぜひちょっと観覧に来ていただいてる方もぜひ一緒にやっていただきたいんですけれども、うん、まずですね、やってもらいたいのはその下声帯を開くために魔女のモノマネをしてもらいたいと思います。魔女ってどんな風に笑います？ですか。あ、そう今馬に聞こえたんですけど、でも魔女ですね。あの、でも、うん、馬女ですね、うん、馬女的な新しい言葉が出てくるんですよ。美魔女みたいな感じで言わないんですよ。美魔女じゃないそれ馬女、はいはい、馬女今すごい良かったんですけど、ヒヒヒヒヒヒ、これはカセタ今閉まってます。はい、ヒーってなんかこうギュッていう音するの分かりますこれまあいいんですけど、効果的だしなんかかっこいい音を出すときにはヒーみたいな音も使うんですけど、はいはい、それだと結構イガッとするんで、はい、その逆のヒーよくあくびのちょっと手前って言われるんですけど、はいはい、ちょっと皆さんヒーこんな声のモノマネしてもらっていいですか。はい、では皆さんヒーヒーヒー、あ、いいですね。あなたも結構カセタ開いてていいですね。あ、その奥の方もいいですか。あ、
結構皆さん結構目がやばいですね皆さん、ね、あの目が真顔でヒーヒーこれ今ラジオ聞いた人何なんですかねこれ、うん、そうですねポチッと今聞いてる方はちょっと、ね、ね、やばいの見ちゃったって感じですよね。やばいですねちょっと、あのこの今開いてもらったヒーじゃなくて、はいはい、もうちょっとじゃあ馬女さんもう一回やってもらっていいですか、はいはい、あ今馬女さんちゃんとカセター開いてますね、はいはい、じゃあ逆にちょっと締めてもらっていいですか馬女さん的あちょっとそうですね今軽く締まってますねイにするともっと締まるかなイあそうそう、うんうん、なんか今なんか首締められてイみたいなうん、これは火星帯閉まってるんでこのままだと咳込みますね、はい、なので火星帯のその、うん、ちょっとその開いてあげるこれ意識するだけで高音楽になるのでほ高いところを歌うときにはこれやりすぎると逆にちょっと高音を歌うため の、 あの邪魔をしてしまうんですけれども、はいはい、あの適度なこの美魔女じゃなくて馬女 は、 馬女 は、 はい馬女はすごくいい美声を生むのでぜひ皆さんやってみてください。はいはい、はい、今日は火星帯を開くっていうことでした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。キーボード一切使わなかったですねこれね。そうですね一生懸命ちょっと置いたんですけど次回ちょっと使って発声練習とかもやりたいと思います、はい、ではですねゲストさんどうでしょう呼ばせていただいていいですかね。もううむうむうむでは呼ばせていただきましょう。はたななさん、はいはい、お願いいたします。はい、はい、椅子をちょっとはい、はいはい、ではですねあ今日ですねマイクがですねちょっとこんな感じであいいですよお座りください。ちょっと今日ねあの集団面接みたいな感じに、はいはい、なってていてすみませんね。はい、せんじょーい、ありがとうございます。あ嬉しいですねこうやっていただいて。そうですね、さっきからねこのエビさんがね真顔この目がちょっといっちゃってる感じでねこうなんかヒー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 をやってくださってるんですけど、はい、じゃあ畑奈々さん改めて紹介させていただきましょう。はい、はい、畑奈々さんですがじゃあちょっとですね、お一人ずつエミさんから紹介していただいていいですか。自己紹介お願いいたします。はい、畑奈々、のボーカルエミです。はい、エミさんお願いいたします。はい、お願いします。はい、ドラムのヨッチです。ヨッチさんいいですね、なんかテンション定まってる。はい、あベースの藤です。はい、藤さんよろしくお願いいたします。あとあのギターのマコリンです。マコリンさん、はい、今日人形です。体調悪いみたいなちょうどこの方もギターの方なんですよ。そうですね、ギターですね。本当ですか。あそうです、新メンバーです。新メンバー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。4人で畑奈々さんということなんですけれどもはい、はいはい、今日お越しいただいたわけなんですがちょっと気になったのが、はい、畑奈々ってどう書くんですか。7は27で、はいはい、カッコでローマ字で HATANA で畑奈々なんですけど、はいはい、あちょっともうちょっと近づいていただいていいですか。ごめんなさい、はいはい、27で畑奈々と読むんですけど、はいはい、意味も話しちゃっていいですかね。おあもちろんもちろんお願いします。畑奈々の意味が、まあ、もともとこのドラムのヨチと私が先に知り合って、はい、でもともと2人が27日生まれたと。へえ、私が昔から親に27ってすごい縁起がいい数字なんだよってずっと言われてて、はいはい、で私が畑奈々27って数字を使いたいと、うん、この辺全然関係ないんですけど、うん、富士とかマコリは全然関係ないんですけどまあそういうのがありまして、はいはい、で27の数字を使いたかった時にちょうど海外に27っていうバンドがいたの27みたいでも使いたいと。で読み方を調べたら昔の読み方で畑奈々っていう二十歳奈々みたいな読み方があってじゃあこれでいこうっつって畑奈々になりました。ちなみにお誕生日今27日生まれってことなんですけれども、はい、何月27日なんですか。6日です。12月6日です。全然12月6日です。藤さんは12月。僕は12月6日、はい、なるほど。私は1月の27。1月27で10月27です。はい、もうすぐです。もうすぐですね。はい。なんかこう言いたかったんじゃないの？なんかバンドっていうとすっごいね仲いいイメージあるんですけど、はいはい、やっぱ誕生日は何かこう し合ったりするんですか？1年目はしましたね。そう1年目だけ？うん。1年目。あと今年何年目ですか？今年3年目なんで。あ今年3年目。3年目？4年目？4年目だね。4年目なんで。なるほど。そう。もう関係も乾いてきますよね。家族のような。そうもうなんかあおめでとうは言いますけど。はいはいはい。
で一応結成の日もこう10月の27かぶっちゃってるね。あ、そうなんですか。あ、そうなの。はい、あよちさんがなんかこう さっきからこうなんか面白いキャラをかあの醸し出してくるじわじわきます、ね、こうなんか攻めたいですよね、やっぱこうね、こう確かにね、こう生放送出すの怖いんですよ何喋るんですか。ちょっとドキドキ。今日だけですよ、今日だけですよどういうことですか今何しでかしてきたんですか今まで。むしろ一言が怖い。あ、結構爆弾落とす系ですね。ちょっと今日はキラーパスがねそう、パスがこう、お前ゴールガラキなのにキラーパス目の前で出したみたいなスルーパスを急に出してくる。なるほど、これちょっとこの後半にね、ゲームを用意してているんですけれども、はいはい、っそっちの方でのこのよちさんの活躍とかも、はいはい、どういうキラーパス出すかとかね、いろいろね楽しみですね。そうですね、戦場、はい、戦場それ以外いいってわけじゃない。今怖いもん怖いではですね、あの、はい、畑奈々さんを紹介するのにこれを見てもらえたら畑奈々さんとはっていうのが分かってもらえるんじゃないかっていう、今日 MV をですね、あのミュージックビデオを用意させていただいています。はいはい、はい、ちょっとつくばの方はもしかしたら、ね、見れないかもしれないんですけれども、音声で、ね、もしかしたらそうですね、音声で楽しんでいただくのと、はいはい、きっとね、どっかで見られますよね。はい、そうですね、某動画サイト、某動画サイト、はい、サイドサイドサイド動画サイトで、はい、ふうふうぶさんでね、はい、見れると思うので、ふうふうふ、はい、では見ていただきましょう。じゃあタイトルをお願いしてもいいですか。はい、はたなで Just the way です。Are you ready?ありがとうございます。畑奈田さんで、Just the way the way でした。おいおいありがとうございます。かっこいいですね。どうしたんですかこのミュージックビデオは。どうした。はい、なんかライブの、1月に、渋谷のクラブクアトロっていうところで、あの、はい、ライブしてもらう時に、はい、まあ、僕の地元が一緒のカメラマンのやつがいて、はい、まあ、その彼が一人で撮って編集した力作となっております。かっこいいですね。かっこいいですね。なんかかっこいいんですよ。地元どちらなんですか。僕ですか。はい、島根です。笑, 笑ったな。笑ったな今。笑ったな。すごいドヤ顔です。聞いちゃいますみたいな。聞いちゃいます。その話長くなっちゃうんじゃん。あ、そうなんですか。島根って言ったらやっぱりラブ？ラブ、ラブ、ラブライク。ラブライク。まあいろいろあるんです。そのなんかやっぱ田舎なんでね、はいろ、はいろ田舎自慢話とかあるんですが、はい、話すの長くなっちゃうんで、はい、それはどこで聞けますか。じゃあここじゃなかったら、じゃあピロートークで。お、ピロートークで。
帰宅でーす。ライブとかじゃないんだと思って。ライブでだって俺の島根トークしても誰が楽しいの。いや島根ファンがいらっしゃる、島根からのファンがいらっしゃるかもしれない。島根トークの島がちょっとなんかあの下に聞こえてきますけど大丈夫ですか。さっきこ の音声入ってないですかってこう富士山からあの確認受けて、はい、いやちょっともうさっきからこうなんか下ネタ話したくてしょうがないしょうがない、いや音声入ってないって言われるとなんかこうやりたくなっなるほどねぜひ話してもらいたいですね今度、はいはい、今度ピロトークで聞きたくてありがとうございます。はいはいはい、ではですね、はい、この後どんどんちょっと畑七菜さんについてちょっとむき出しにね、はいはい、していこうと思うんですけれども、はい、ちょっとその前に一人ですね、はい、呼びたい方がいらっしゃいます。はいはい、はい、アンダンテ理事長村岡さんどうぞ。お邪魔します。あれかな、ちょっとマイク入る、あのちょっと一生懸命ごめんなさい申し訳ないですけど近づいていただけると。はい、こんにちは。大きい声で。こんにちは。はい、はい、過去にもですね、はい、この番組熱戦場に出ていただいてるんですけれども、アンダンテの理事長村岡さんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。で、はい、今日あれどういったってことで今日なんか来ていただいたんですかね。そうですね、今日はどっちかというともう通りかかったいきなり通りかかった通りかかったみたいなもんですねさっきまでは普通にいて、あれいるかじゃあ、じゃあ出てもらうかみたいな感じで、はい、まあ、そもそもだってアンダンテジャパンとは何かみたいなところですね。そうですね、はい、そうです、はい、ですね、アンダンテジャパン、私たちは、音楽で、まあ、世界を笑顔にということで活動させてもらいまして、はい、では今回、まあ、ちょっとどこまで前に出ていいのか分かんないですけども、まあ、この畑七菜さんとの出会いというのも、まあ、音楽で出会わせていただいて、うん、そして畑七菜さんの、進みたいという道と僕たちを進みたいという道が結構いい感じに合致したんで、はいはい、そこで、フィリピンというところ、うんうん、一緒に活動を今回させていただいて、うん、そこでさらにもう起きてる時も寝てる時も一緒という、うん、そこでだいぶ、また強いつながりを作らせてもらったという感じですね。でそしてここになぜかいると。なるほど、はいはい、まあ要は友達です友達連れてきてもらったから、ね、前は一緒にその僕たちのやる演奏で、まあ、こう例えばチャリティーで支援したいって時にこのアンダンテジャパンという団体を通して寄付とかさせていただいたりとかする、まあ、協力関係ですね、なるほど、いい関係、ね、いい関係です、ね、見えますちゃんと繋がってるのが見えます。本当ですか、うん、見えます、ね、小指と小指と距離感取ったの後で切っとくんでちなみに、そのフィリピンでの活動もされたってことなんですけれども、はい、どうでした、フィリピンで その演奏活動といいますか、うん、はい、いかがでしたか。超人気でした。超人気最高でしたね。最高でした、うん、実は私畑七菜さんのオフィシャルホームページで、はい、拝見させていただいたんですけど、黄色い声半端なくて主に富士なんですよ。あ、そうなんですか、はい、めっちゃモテて、めっちゃモテて、おやばいですね。別にこの会場だけじゃなくて普通に移動中の車が、はい、後ろの荷台に乗るんですけど、はい、もう通り過ぎた女の子全員にキャーって、そう謎に叫ばれる。スーパーで写真を求められるみたいな。おそんなそう囲まれて、なんかレジの棚と棚の間に僕たちこう普通に買い物したらもう両側に女の子いて、はい、出れないっていう。そう、へー、おだからもうフィリピン住もうかなって思ってそうですよね、嫁探しは何回も国籍変えようってずっと言ってこのまま残ったら俺は幸せかもしれないどこ行ってもね、時々ねライブするためだけでちょっと日本に帰ってきて、はい、制作とかね、いや日本住みますけどね住みますよ、うん、すごい興奮してる様子が、まあそうですね、そうですね、目に取れましたね。ライブなんかもどうでした、やってる感覚としては。なんかもう多分あっちの方たちすごい全てが新しいから、うん、とりあえず楽しいが、うん、やっぱ前面に出てくるから、はい、こっちもなんかイエーイみたいなわけちとなるっていう、こういい感じでやらせてもらいましたね。なんか日本人、まあ、こんな言い方したらですけど日本のオーディエンスとの違いとかっていうの感じました。ありますね、本当にもう歌うのが好きなんですよね、うん、あそうだからもう日も本当に道歩きながら歌ってて、空港の職員とか iPod を流しながら歌ってるみたいな感じだったんですけど、はい、まあ、だからその僕らまあこうやって歌をやった時にもうすごい反応の時に一緒に歌おうとしてくれるんですよ、うん、
でもその間違ってちょっと覚えて、はいはい、まあなんか僕は POP っていう曲があって、はい、それはサビがドンオリドンオリドンビーダンみたいなこと、まあ感じなんですけど、はい、それをずっとドンオリだけ覚えて、ドンオリ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 ってその中で2000人のオーディエンスが俺らが何歌ってもドンオリドンオリしか言わないから曲が前に進まねえみたいな次いけないんですね、頑張って歌う、そう飲まれそうになる、ボーカルの方が2000人 VS2 人でしたからね、ドンオリの BGM の中もうまっすぐ進んでいくっていうこと、戦いですよね、もう、そうなるほど、海をはい、割らなきゃいけないわけですね、その声を、すごい2000人とかいる会場の中で本当、はい、まあ、今日ある感じのスピーカー、もうスタジオとかにあるような、はいはい、ちっちゃいスピーカーしかなくて、はいはい、その中一人で頑張るって、お2000人対一人大変でしたよ、でも楽しかったですね、いい経験ですね、はい、そしたらそうですね、まだ海は割れたんですけど人はまだ割ってない、次は人は2000人をこうやって半分に割りたいみたいな感じで、うまい、これあれですよね、畑奈々さんの、私も拝見させてもらいましたけど、オフィシャルホームページでも見れるってことですよね、はい、あの、はい、ゆうなんとかのリンクがいい、もう行っちゃいましょう、はい、行っちゃいましょう、うん、YouTube のリンクがあるんで、はい、サビの記録が載ってるんで、なるほど、はい、見てみる、今回の旅ってロードトゥリキッドルーム、はい、だったと思うんですけど、そのリキッドルームのワンマンライブにたどり着くための旅、うん、旅をしてきたっていう感覚なんですか？だから逆っすね、そのフィリピンの、もうその音楽で、はい、とにかくその、まあ、子供たちとかを笑顔にしたりとか、うん、まあ、その学校に僕らが音楽で得たお金で学校に行ってもらいたいっていう思いがあって、うんうん、まあ、そこへがに重きを置いたリキッドルームっていうワンマンライブだったんで、まあだからロールトゥリキッドで、まあ、ロールトゥフィリピンっていう意味合いもあるというか、もうそっちの意味合いなんですけど、なるほど、まあでもロールトゥフィリピンって言ったらなんかフィリピン行くために頑張ってるみたいなそうですね、もう富士山住んじゃうんじゃないかっていうね、渡航が目的じゃないまあくまでそのフィリピンの支援をするためのリキッドルームまでが目標って形だったんで、ロールトゥリキッドという形なんですよね。どうでした、そのリキッドルームのワンマンチャリティーライブ、楽しかったですね、楽しかった、もう輝いてたもんね、輝いてた起きてました、今起きてました、寝てました今寝てました大丈夫ですか、ボリューム間違えました今久しぶりに声出した時の声出してましたそうですね、ちょっと目つぶってるかどうかちょっとごめんなさい、確認できてなかったんですけど、全部入ってます、全部入ってます、輝いてらっしゃった、照明がでしょうね、どうしよう、照明が輝いていた、照明も良かったですね、まあ、これがあのキラーパスですかね、広げられない感じ、もうだからこんな感じになるんだもん怖いよ生放送、まあでもそんなね、ちょっとあのドラムがあのやっぱ大きい会場だと、はい、ちょっとその箱馬っていうのに乗せてちょっとドラム位置上げるんですよ、おそう、箱馬ね、もうだからさそういうとこやろまあその高くなるんですよ位置が、はいはい、位置が高くなったらなんかすごい、もっとどんどん上げてくださいどんどん上げてくださいって言って、もうどんどん自分が目立ちたいみたいな感じになって、もう本当にすごい楽しそうでした、おお、ゆうちさん輝いてましたね、輝いてた起きてました全部入ってます、全部入ってますこれ何回今日繰り返すかちょっと数えてみましょうね、皆さんこちらもこうリキッドルームっていう、ね、大きい箱は初めてだったので、とてもいい経験になりました、お大盛況だったということですね、はい、ありがとうございます、なるほど、今終えてあの野望、あごめんなさい、ちょっと野望の話する前に、せっかくね、これ実はですね、生放送でしかもリアルタイムにコメントができるんですけど、はいはい、おちょっと24分も経過してしまいましたね、すいません、ちょっと放置してしまって、拾ってみます、はい、笠子さんありがとうございます、はい、C-WAVE にてレッツエンジョイ MC チーフ復活ですということで、はい、笠子さんありがとうございます、ありがとうございます、はい、いそしてこれはベッカスさんですかね、読み方ベッカスさん合ってるのかな、はたなな来た、観覧行きたかった、マコリンがジョボゾーみたい、ジョボゾーみたいって、ジョボゾーって、ジョボゾーって友達のね、バンドで彼のことです、いた、嘘です、嘘です、嘘です、
またキラーパスだなこれ。ちょっとよくわかんないです。ベッカスさんから。ベッカスさん。ちょっとからの。あとからちょっと助言を聞いておきます。はい、はいはい、お願いします。はい、今あのもしあの回答してくれるんだったらね、助言の意味をちょっと。あ、そうですね。確かに。はい、教えていただけると。はいはい。ありがとうございます。はい。で、今日ですね、せっかく村岡さん、はい、理事長さんに来ていただいてるんですけど、はい、今月は何かこう。お二組が絡むようなライブがあるというふうに、はい、ちょうどあるんですよ。マジですか。10月ですね、入りましたね、10月に。おう、そうなんですよ。そう、まだホームページでもまだ詳細は告知してないんですけど、はい、初出しです。まあ、ちょっとこれは白黒でしょ、分かりにくいかと思うんです。どっちですか、あっちですか。じゃあちょっとそうですね、カメラさん、あっちですか。私もどうか、ちょこの辺でお願いしていいですか。全然見えないね、多分。あ、大丈夫です、アップしていただけると思います。はい、大丈夫です。はい、じゃあちょっと、10月のこれは、これは最終土曜日日曜日で10月の29、30でございます。はい、はい、で農家さんの、まあ、支援イベントというやつなんですけど、うんうんうん、まあ、いいものだったり無農薬だったり、まあ、素晴らしいものがいっぱいあるんですけど、やっぱ農家さんって売り方が分からなかったりとか、うん、地元にしか出回らなかったりとかあるじゃないですか、うんうん、そういうものをもうちょっと世の中で出しましょうということで、じゃあここで田園フェスとか、野外フェスとかして、そこで人をバッと集めて、そこで流通を作りましょうというイベントです、うん、なるほど、今そのまま名前をね田園、でも田園フェスで合ってるんですよね。田園フェスでございますね、田園フェスティバル、はい、ふるさと田園フェスティバル、はい、場所はこれがなんと、はい、吉祥寺の井の頭公園の野外ステージでございます。素晴らしい。あー、井の頭公園気持ちいいですよ ね。でなんとここで29、30とあるんですけど、はいはい、30日に、はい、畑奈々さんが出演してくれるということで、はい、お願いします、はい、何時ぐらいとか聞いたんですか。大体お時間が1時前ぐらい、ま、そのお昼時ですね。店内とあれですね、電気大学の、あー、そうですね、あれかぶっちゃってる。いや、まあ、優先していただいていいですか。失礼いたしました。電気始まりますか。ありがとうございます。はい、大丈夫ですよ。これちなみに今チラシも私の前に拝見させていただいてるんですけど、出演者の中で畑奈々さんが一番大きく書かれてもちろんですよ、畑奈々っていう感じで。そうなんですよ、いやもう皆さんよくしていただいて、一回なんかそのこのフェスティバルの実行委員会みたいなのに彼が入ってて、おで、まあ、ちょっと僕も一回お邪魔したんですよ、ええ、そしたらもうね、もう本当にね、なんかこう年齢とかあんま職業とか関係なしになんかすげえ歓迎してくれて、一番年下だったんですけど、はい、もう結構もう50代40代50代の人たちが中心で、でもなんかちょっとみんな最高だよ富士ちゃんの音楽みたいな感じですげえ仲良くなって、もう畑奈々一番いいとこ入れっからっつってここにこの文字、この文字のサイズに実際これ作っていただいたのもその、まあ、こちらの人たちなんですけど、はい、畑奈々一番大きく書いたよって思ってきて、逆に申し訳ないもん。スマイル二郎さんとかに申し訳ないもん。ね、気になるよ ね。名前的にはインパクトありますけど、あと虹の縄文バンドさんですごい気になる。そう、虹の縄文バンド、アースウェーブさん。なんかこの、ね、29は本当ちっちゃいんだよね、文字がこれ。で30の方が全体的に大きいから、文字サイズこれ何個使ったんだろう。その細かいそのなんていうの？ありえないですね。なんかあれがね、うん、あってね。そうですね。これでもぜひ今日観覧に来ていただいている方にもぜひ、はい、配布させていただきたいと思います。はいはいはい、これじゃあそのうちでもあれですよね、畑奈々さんのホームページでも、はい、ね、はい、ホームページもどちらでも流させていただきます、はい、シェアさせていただきたいということで、はいはい、でせっかくなんで今日ね来ていただいて、まあ、動画だけでももちろんすごいもう満足なんですけれども、はいはい、生演奏とか聞かせていただけたら嬉しいなと思うんですけど、よっちさんどうでしょう。どうしようかな。何分悩みます。そこなんかセッティングしてあるやん。決めるのにどれぐらいしてあるわかるじゃん、もう。じゃあやろっか。はい、ということでじゃあお願いします。お願いします。演奏の準備をしていただいている間に、はい、そうですね、でせっかくアンダンテさん来ていただいてますので、はいはい、最近の活動とかこの DAY フェスも含め、はい、なんか簡単にね紹介していただいて、そうですね、はい、近づいていただいて、はいはいはい、はい、最近はまあ本当に畑奈々さんと一緒だったんですけど、はい、まあどっちかというとそのフィリピンの方に、うん、まあ言ったら年1回ずつ行ってたんですけど、ね、はいはい、今年は2回行かさせていただきました。うん、どうですか、1回目の
今年1回目のとこは確かその6月のそうですよね。そう本当は予定を、うん、本当は、4月予定してたんですけど、はいはい、あの大統領選挙ですよ。大統領選挙でちょっといきなりやっぱり混雑したということで、やっぱ向こうの方たちから今回は本当ごめんなさいと、ちょっと時期を遅らせてもらえませんかということで、まあ、あの6月の後半の方に行かせていただきまして、そしたらなんと奇跡的に今あのフィリピンの大統領さん変わったじゃないですか、ドゥテルテさんっていう。そうですね、今もうテレビでこれドゥテルテさん、はいはい、この人まさかの僕たちが毎年活動に行ってる島の出身だったんです、はい。あ、そうなんですか。ミンダナオ、ミンダナオ島の出身の方 で、 そうなんです、ね、もうその変わる時もうテレビがついてれば全部そのテレビみたいな、ドゥテルテ、もうドゥテルテみたいな。みんなじゃあミンダナオのみんなも応援してる、はい、応援してましたよ、やっぱり。 なんであの大統領変わる前と変わった後と今年その2パターン、あー、じゃあ肌で感じた、ね、そうなんですよ。結構じゃあ例えばこれからアンダンテもう講演会とかね、そうですね、出て行ったりとかされると思うんですけれど、はい、そこでそういった詳しい話とかも、あ、もちろんですよ。あとは、はい、まあ、ちょっと活動とはちょっと関係ないちょっとした情勢の話とかも少しそういう時は入ってくるかと。そうですね、はい、今なんだかんだやっぱ音楽に絡めた話をちょっと、うん、させていただいてはいるんですけど、やっぱそういう講演会みたいになると、うん、もうちょっと肌で感じたその情勢とかをですね、まあ、軽く言うと本当にびっくりするぐらいあの安全になったんですよ。そうなんですね。前はちょっとでも外出ようもんなら誰か現地のスタッフがもう3人ぐらい囲まれてこいって、はいはい、なんか今年普通に日本人だけで行った場面が何回かあったんですけど、それは大統領の変変わった後ですね。あの6月はそういうことなかったんですけど、8月はそういう感じで外にちょっとペロペロっと出ることがあったんですよ。その辺すごい、なんかむしろそういうことを聞きたいですね、はいはい、やっぱ結構叩かれたりしてるじゃないですか、なんかテレビとかで。うん、やっぱそれば確かにそれもあるんですけど、そればっかりじゃないぞと、なるほど、いうこともやっぱり肌で感じたこと感じました、これは、はい、本当に、うん、ぜひこれもあのアンダンテと調べていただけると、まあ、NPO 法人アンダンテですか ね、 はい、アンダンテひらがなで探していただくと、はい、今後の村岡さんとか、音楽を通して、なんて言ったらいいんでしょう、そういう社会貢献活動をしていきたいっていう方は特に興味ある記事を見れると思うので、はい、ぜひご覧ください、はいはい、ありがとうございます。じゃあ準備は整いましたかね、はい、では、タイトルコールをお願いいたします。はい、では、ニューアルバムのリバティからハローという曲をやります。聴いてください。ハロー、ハロー、聞こえますか？ハロー、ハロー、あの日の僕。ハロー、ハロー、いつの間にか。ハロー、ハロー、君が遠いよ。
ハロー、ハロー、今の僕は君にはどう見えるかな。今からもう一度だけ君のことを探し時間も短いのでそのままお話、はい、お願いできたらなと思います、はいはい、今アルバムよりというふうにリバティよりということでしたが、はいはい、ぜひ今後の活動やアルバムのことなどありましたら、お話しいただけますか。はい、マイク使ってください。ハタナナ、9月7日にですね、ニューアルバム、はいはい、リバティを、全国でリリースしましたので、ぜひ皆さんお近くの CD ショップなどなど、ハタナナのライブなどなどいろんなところでお買い求めください。いいアルバムですよ。ありがとうございます。はい、あれですかね、あのツイッターなんかも、はい、あの公開やってらっしゃいますよね。バリバリ結構あのリアルタイムでハタナナさんの情報がそちらでも見れると、はい、そうですね、うん、ホームページかツイッターとかその辺を見ていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、今日は、まあ、スペシャルゲストとしてアンダンテの、理事長も、お越しいただいてますが、なんか最近ここ最近一番で理事長に会えたりとかアンダンテにあの触れ合えたりする機会っていうのはありますか。でもやっぱり一番は10月30日の、はい、井の頭公園での田園フェスティバルですかね。はい、一緒に羽田さんも一緒にいますんでぜひよろしくと思います。29も僕は29も30もどっちもいますんで、はいはいはい、じゃあお声かけいただいたら嬉しいですよね。そうですね、見ましたとか、はい、すごく嬉しいです、うん、もう興奮しちゃいます嬉しいですね、ありがとうございます。はいはいはい、そしてですね、あのベッカスさんからお返事が来ました。ベッカスさんありがとうございます。ジョボゾーさんは村岡さんの別名ですかっこ嘘ってどういうことどういうことそうですね、そういうことですか。そういうことなんじゃないですか、ね、なるほど、うん、あの実はですね、あの、はい、私ちょっとさっきちょっとハラハラしたんですけど、このご本人がさっきちょっと後ろを通っていかれた。あ、そうなんですか。あの知ってる方は知ってらっしゃる。新メンバー、はい、新メンバーということで、はい、じゃあ今日はハタナナさんとアンダンテの理事長村岡さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。次も来月第1土曜日会いましょう。ありがとうございます。バイバイ。またね。